今回のコラボ動画は子供たちでカレーを作ったよ。美味しくできたかな？最後までご覧ください。見てね。たゆチャンネル。えのです。まさです。おちゃです。まよです。まさです。はい、ということで今日は小学生チームでカレーを作っていきたいと思います。おお、嬉しい。みんなカレーは作れるんですか？はい、作ったことありません。ありません。タイプも作ったことある？ない。ないでしょ。切るのと類似でも作ったことはないんだけど、自分で全部は、うん、まあなんかお湯とかの調整とかもしないと。どんなカレーが出来上がるのか大人たちは楽しみにしております。あはは、はい、行きましょうか。いっせーの、レッツクッキング。行きましょう。タイヨチャンネル。それはないじゃん。だって皮、皮、皮。ああもうやってないのバレバレだね。やったことあるよね。忘れてんね。あれではキャンプでやったことある。そうだね。次は開けられない。じゃあ今魔法で開けてあげる。皮のビビデバビデブ。一瞬の皮ね。はい、ね、それ皮やりたい。てかさ、まずさ、お米炊いた方がいいんじゃないでしょうか。あ、ね、あいてるかい。5.5。じゃあ5。太陽くん、ちょっと怖いぞそれ。ピーラーでやった方がいい。ピーラー、ピーラー。ピーラーって何？皮むき器。ピーラーを探せ。15。うん、それじゃない。ピーラーどれだ。ピーラーどれだと思う。名前でわかるかな。皮を剥けそうな形。パイプなら皮を剥けそうなやつ。剥けそうな形。絶対あるはず。ピーラー。それ違う。これだと思うものを出してくれ。キリキリじゃないぞ。違う。うわぁ、姉ちゃん。でありました。ありました。太陽が芋がかり。はい、ありがとうございます。すげえ量。わお。お水は綺麗。玉ねぎ、いいね。私もやりたい。ちょっと危ないからだ。洗わなくていいんだよ。こっちはまだだよ。じゃあこれで何人だよ。もう一回変えよう。なんかあそこ、あそこ、あそこ、あそこに、あそこ。できた人参。すげえ。ちっちゃくなってる。どんな形になってもいいから。人参切ってもいい？あ、いいよ。待ってね、今太陽と変わろうか。まずさ、真ん中で、うん、これでいいよ。私ね、カレーに入ってるじゃがいもとか、じゃがいも好きだよ。指だけこうやってたら、にゃんこだよ、にゃん、うん、そうそう、指切っちゃうから。大きさどう？いいじゃん。いいですか？はい。ね、いろんなじゃがいもの大きさがあってもいいんじゃない？うん、かっちゃんファイト。うん、歯ごたえがいいよ。OK、 切れた。切れた。じゃじゃん。じゃじゃん。はい、じゃあこの調子で。これも切れたし。えのちゃん、いいですね。ね、見て見て、紙飛行機みたいな形。今まーちゃんがね、人参切ってるから。全部やるんじゃん。うん。そうそう。終わった後にもう一回じゃがいも。うん。頑張った証拠だね。こっち手痛い。手痛い。右手？ああ、包丁力入れてたから。こうやって。うん、そうね。頑張りました。なんだっけ。あ、いいね。はい。はい。オッケー。切れました。
と弾くかもしれない。おお、いいですね。めっちゃいい。まだ玉ねぎが。まだだよ。今も最後混ぜて。混ぜて。気をつけてね。いいよ、君は。触らないようにね。だけど。もう一回はいい。カレーの方はまだですね。まだ最後ですね。男を見せるんだよ。男を見せるんだ。かっこいいとこ見せるんだよ。お前ならできる。なんか変な天の声が聞こえてたね。天の声だね。天の声。天の声じゃなくて天の声。お主ならできる。頭は出るんじゃないの。じゃあ玉ねぎはまーちゃん担当。はい、はい、あ、もう触って入れちゃった方がいい。うわっ、わあ、じゃあちょっと炒めましょう。玉ねぎの旨味を引き出してくれ。旨味よ、いでよ男の。男のそれ去年のやつだね。そうそう、牛乳はない。はよ、入れてくれ。じゃがいもと。じゃがいも。男の。じゃがいも。届く？大丈夫？すごいよ。大人のカレー。ここに社長2人がいます。はい。まだか。具が多すぎて2つに分けました。はい、はい、ルース3箱全部使い切っちゃう気持ちの方がいい。3箱全部使おう。ちなみにこれってほら何人前って書いてあるじゃん。それは12皿。完食するまで寝れませんか。寝れません。イエーイ。足し算1400っていうことは1400だから、まず今それで500でしょ。とりあえず入れよう。もうはい、今まーちゃんが500ミリ入れました。はい、でそっちに何入る。あと何ミリリットルでしょうか。あと900ミリリットル。正解で、太陽が500ミリ入れました。残りあと400。正解。ってことは残り違う早く入れて。正解です。あともう一つ、はい、はい、合計何ミリリットル入れたでしょう。1400ミリリットル。正解。合計で1400。じゃあ次はね、はい、皆さんお待ちかねのルーですから。大事なところだ。高いとこから入れると端っこに。まーちゃんこれ入れようか。豆乳気をつけてね。高いからやめて。もうこれをやりたくてやりたくて、バシャってならないよね。バシャだけに。バシャだけ。バシャだけ。超上手。鍋に沿って入れるなんて。いい。一個ずつ。豆の男ですね。豆の男。うん。そういった行くよ。はい。じゃあ。ご飯炊けました。半分ぐらいは食べる？じゃあ給食みたいだね。確かに。まーちゃんは？さあ自分
作ったカレーだよ。自分食べれる量、食べれる量を入れようね。さあ、すごい量だ。まだいける？うそ。食べれるか？野菜全然使わないじゃないか。おお、完成。おお、まだ。はい、はい、やれ。よかったね。完成。じゃあ。大食いユーチューバー。大食いユーチューバー。おお、腹減ってもカレー、カレーって聞き。そう。カレーよ。とりあえずおかわり後で。おかわりも。この瞬間が一番幸せかもしれないです。すげえ完成です。やっぱり大食い YouTuber ピロピなぜです。いただきます。はい、どうぞ。いただきファーストインパクトは熱い。おいしい。1kg 超え。あ、重たい。朝450ぐらいですか。さあ、大食いが始まりました。さあ、何分で食べきることができるのでしょうか。ここから自分との勝負。じゃあ、あれだね、またこういう機会が持てれたらまたカレー企画いいですね。はい、またね。ということで、バイバイ。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 大食いYouTuber。